黒バラってさ、うん、番組覚えてる？懐かしい黒バラ。昔見てたよ。黒バラだよね、俺ばあちゃんがめっちゃ好きだった。黒バラをそれ嘘だなばあちゃん家で見てたってだけだばあちゃん好きじゃないじゃん。俺が好きでばあちゃんと見てた黒バラみたいな企画をやるってこと？黒バラで一回やってたんですよ。で、あ、わかった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 リクエストが来て、あ、やりてぇ。うん、だからサブちゃんはもうみんなの意見の企画が通りやすいからね。そうそう、まあ、元々で言えば黒バラでやってた、はい、芸能人で打順組んでみた。それなって思って。そうめっちゃ好きだったもん。あれめっちゃいいよね。ただあれ番組の中でも中居君が言ってたけど、うん、野球わかんない女性は何をやってるのってすごい思った。確かに確かに。でも俺わかったけど、男は大体でわかる。ああそういうことか。わかんない人いいのか。そう漫画とかでさ、結構さ、まあ、知らないと、知らないと言いつつ、まあ、でも、置いてこ、その人。そうね、すいません。すいません。よし、今回すいません。じゃあやってみますか。ちょっとやってみよう。超むずいけどね。1番から9番まで、守備位置関係なく。普通のじゃなくするよ、俺。あーね、ちょっと凝った感じの。凝っていい？うん。野球詳しくないんだったもんどういう打順にすればいいのか全然分かってないな。できました。俺は強い。めちゃくちゃ強い。マジ？僕は逃げました。よいしょ。ちょっとバラつきというか、うん、偏りがあるチームですけど。もういいじゃん、いいじゃん。癖のあるチームをちょっと。偏りしかないよ、俺。じゃあ1番、僕の1番言っていいですか。うん、ヒカルさん。はい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 。1番セイキン TV。1番、やっぱ1番はね、ヒカルさんありがとうございます。強いチームの1番ってホームランバッターがやる。はいはいはい、はい、超強いチームって、うん、昔高橋由伸が1番打った巨人は超強かった。やっぱ1番は大切だからね、うん、出だしだから。2番、うん、僕の2番、うん、北の内下地。あー面白いね、うん、どういうチームなのそれ。まだ読めないな。くせ者にしたい、やっぱチームとして。はい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 。そこっていう肉、うん、高静 TV。どういうチームか、それは。まあ気づくでしょ、今後。あ、今後気づいていく。確実な1個の核があるから。あ、そう、核があるんだ。まあ、3番、うん、あ、3番ってやっぱ走攻守揃ってるイメージ。あ、分かる分かる分かる。運動神経がやっぱ抜群みたいなイメージ。フィッシャーズ。おお、そこに行くんだ。うん、あ、見たいなっていう。うん、3番、うん、ボンボン TV 強い。いや、てかオールラウンダーだから。4番いいっすか。はい、これ4番チームの核となる、はい、東海のオンエア。フィッシャーズと東海ってちょっと熱いみたいなイメージもあるじゃん。はあ、はあ、分かる分かる。それでちょっと並べたかったっていうのもある。僕4番ヒカキン TV。 チーム TV。 チーム TV ってもうこれ言った瞬間にあといくつ TV があったっけなってもうみんな思ってると思うんですよ、うん、確かに確かに。ありますから。5番はで、だからその一発のパンチ力というか、うん、うん、5番、うん、そんなイメージある。 PDS 株式会社さん。あー5番マスオ TV。 あー5番っぽい。めちゃくちゃ信頼できる。 TV の中で言ったら5番っぽい。5番だよ全体。6番、はい、6番は5番までで一巡終わったりし、6番また1番に近い存在ですね、うん、なんかイメージ、うん、寿司ラーメンリック。あーなんか面白い。なんか新進気鋭みたいな。そう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 、すごい伸びてるからね。うん、6番。待って、6番もういる？もういないと思うじゃん。イバキラ TV。 6番6番イバキラ TV。 イバキラ TV 喜んでるだろうな7番。はい、7番俺はもう好きなことやってほしい。うん、もうめちゃくちゃなことやってほしい。はいはいはい。ヒキトラさん
あーいいね。これなんかもう別に4番だから絶対打たなきゃいけないとかもない、もう7番だからもうないしも三浦 TV。 いやもう俺野球そんな詳しくないじゃん。8番一瞬ここピューディーパイ入れようかなと思って。絶対ピューディーパイ TV ついてなかった。ピューディーパイ絶対入れると思った俺簡単。8番これもうね、これ個人的にすごい好きで見てる。ハイサイ探偵団。ああはいはいはい、大好き。8、うん、すする TV。 ああすするさん TV ついてるわ。ついてるんですよ。いやそのゲームになっちゃってるよ。9番僕は水溜りボンドですね。ああそっかそっか、うん、僕9番はいよっち TV。 よっち TV はなしじゃん。よっち TV、 よっち TV いいの？重複でエントリーしてるよ。すげえ人気じゃん。よっち TV と、うん、あ、ボンボン TV のよっちが昔やってたチャンネルがよっち TV。 最後提供で終わってるやつね。はい、こんな感じ。はい、ということで、はい、まあ遊んでみました。ということでサブチャンネルでした。ありがとうございました。